はいどうも、ピノチャンネルです。今回の動画はですね、メインアカウント初のプライムトリプルチャレンジということで、まあメインのこのドジャースアカウントなんですけれども、これまでね、シグネチャートリプルパックは3回チャレンジをしているんですけども、今回初のプライムトリプルパックチャレンジということでね、動画を撮っていきたいと思います。前回のシグネチャーベッツというね、神引きに続いて皆さんにね、神引きの動画をお届けしたいと思いますので、よろしかったら最後までご視聴いただければと思います。早速それではご覧ください、どうぞ。ということで、まあ、今回プライムトリプルパックのチャレンジなんですけども、まあ、一番の理由はですね、まあ、投手陣の補強ですね。ここがまあ急務ということで、まあ、抑えのキンブレル、リヒョンジン最強年度、アンダーソン、ミラー、まあ、この辺がまあ最重要、あとはジャンセンですね、っていうところで、まあ、どうしても投手陣を補強したいなというところでやっていきたいと思います。まあ、あとは最低プライムを持っていない野手陣。で、まあね、サクッと引いていきたいと思います。一人目。おい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 。やってるわ、これは。これはやってるわ。やばい。これはまずい。いきなり出てんじゃないよ、ジャスティン。とりあえず。気を取り直して。二人目、お願いします。このままじゃいけない。投手お願いします。来い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 。やばやばい。9番、グランダルっすね。これ、今回プライムトリプルの素材にする二人がここに出てるんですけど。ひどすぎる。あと一人。ちょっと待って。もうラスト。やばい。いや、めっちゃ追い込まれてんじゃん。頼む。頼む、頼む、頼む。そんなはずじゃない。野手。やば。これ、やばいっすね。ちょっと言葉を失う結果なんですけれども。あー、昼休み中に弾くんじゃなかった。これは午後の仕事に支障が出ますね。まあ、やっべえなー。まあ、さすがに、まあ、未所持ピーダーソンを取らないと、これはやった意味がないんで、まあ、そこを、取っていきたいと思います。まあ、強いて言えば、今回何が一番良かったって、これシグネチャーじゃなくて良かったっすね。今までいかにシグネチャートリプルパックの、ね、引きがまあ恵まれてたかっていうのが、まあ、よくわかる、はい、結果だったなと思います。ということで、大爆死でなんですけれども、なぜか、ちょっとだけ、ほっとしている、プライムでよかったなと、自分もいます。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。よろしかったら、こちらの動画の高評価、そして、チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。